こんにちは、ファッキオンサムヘルマット丸山でございます。このチャンネルは映画、音楽を通してですね、頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークのチャンネルでございます。今回は見てまいりましたブルージャイアントでございます。はい、前半ネタバレなしで後半ネタバレありで話していきたいなと思います。漫画原作、音楽扱った作品で映画になるというところでね、なんか全然話題になってないんですけど、僕の周りだと。なんですけど、でももうこれはうちでやるしかねえだろうというなんか謎の使命感に駆られて見てまいりました。まあ漫画はね、もうものすごいもう売れてますよね。ジャズ聞いたことない人でもかなりね熱くて、もうずっともう一巻から号泣してるね作品ですね、完全に。と言いつつも僕はですね、6巻までしか持ってないんですね。はい、それはすいません。だからほぼ、まあ未読と言っていいでしょう、今回ね。はい、という感じで見てまいりましたね。はい、まあ本当にね、惜しい、マジで惜しい作品だと思います。ほんといいところと悪いところがものすごくある、もったいないなと思います。でまあ今回ね、音楽はもう本当にもう鉄壁の布陣ですね、音楽。はい、まあピアノ上原ひろみです。でサックス馬場さん、ドラム石若さんというメンツになっております。はい、だからこの作品のまずいいところですね、音を聞かせるっていうところがね、全く逃げないジャズトリオのね演奏をちゃんと聞かせてくれるっていうところで、まず本当に拍手を送りたい。まあ音楽って本当にね、好みがあるから、すごい音楽が鳴ってるっていうのを分からせる音を劇中で流すっていうのは本当に難しいと思うんですけども、ここ正面、真正面から、ここに挑んでます。そしてここはね、本当に成功してると思いますね。はい、むちゃむちゃかっこいいです、音楽。はい、ソロのシーンは本当に必見だと思いますね。はい、っていうところがまず本当にいいところだと思います。はい、あとやっぱりね、もう話が熱すぎるんですよね。はい、なんでもうずっと泣いてます、本当に。僕多分開始5分ぐらいからずっと泣いてるんですけど、はい、そういうところがね本当に良かったなと思いますね。はい、あとやっぱね、話もいいんですけど、キャラクターが本当にね素晴らしい。僕は特にね、玉田が良かったなと思います。玉田はね、まあネタバレありの方でちょっと話しますけども、はい、僕は好きなキャラクターだったなと思います。まあ音楽映画になってますんで、今回はね演奏シーンですね、ライブの演奏シーン、ここがねいいところもあるし、良くないところもあるなという感じですね。はい、特に 3DCG の部分、これがやっぱりずっと気になっちゃいましたね。あんまりうまくいってないなと。 3DCG じゃない演奏の部分、ここは本当にいいんですよ。はい、めちゃめちゃいいんだけど、本当に 3DCG の部分で本当に損してるなというのがどうしてもありますね。はい、いや音楽じゃなくても、スポーツとかでもいいんですよ。本当に熱くなれたものがある人、熱くなりたかった人に本当に届いてほしい作品だなと思います。はい、ずっと熱くなりっぱなし、もう本当に何かやりたくなりますね、そういう作品でございます。はい、ここからネタバレありなんですけども、結構いっちゃいますね多分。はい、結構いっちゃうんですけど、まあ面白いのを大前提に言ってます。はい、もっとよくできるっていうのを、大前提に言ってます。はい、まあ苦手な人は、ここで戻ってください。お決まりの川辺でサックス吹いてるシーンですね、台が。あそこはね、もういきなりサックスの音が出る。もうこの作品で映画のね、一番最初に、音が出ると、サックスの音。はい。もうこれですごく感動ですよね、もはや。うわ、音出てるわっていうね、大の音出てるわっていう感じ。はい。だし、この映画はちゃんと音、音楽と向き合いますよというね、宣言になってたなと思います。はい。結果ね、やっぱ音楽すげえ良かったしね。はい。冒頭ね、もういきなり東京に行くとこから始まりますね。はい。かなりはしょったなと。はい。結構大胆にはしょりましたね。はい。読んでないけど、海外行くってことは知ってるんで、僕。まあ、日本出るとこまではやるんだろうなとは思ってはいたんですけど、かなり大胆にはしょったなという感じですね。はい。で、妹出てきますね。妹出てきて泣いてる瞬間でもう号泣なんですよね。もうそっからもう基本的にずっと泣いてます。基本的にずっとこう、なんか何かが流れてんなーっていう感じがありながら見てはいましたね。東京行って澤部出てきますね。はい。その辺まででね、もうすでに結構ね、ダイジェストっぽいなーと思っちゃいましたね、正直。まあ本当にね、2時間でね、詰め込まなきゃいけないんで、まあそうなっちゃうのもわかるんですけど、
ちょっとね、もうちょっとなんとかできたかなという感じはあるんですよね。チーンをまたぐのにつなぐそのクッションのカットが短すぎるのかなと思いましたね。短いのと、あともう何カットか、2カットぐらい増やせばこのダイジェスト感はね、ちょっと減らせたんじゃないかなと思いましたね。ちょっとね、やっぱ東京の俯瞰の絵が1枚あって、もう次歩いてるシーンだったり話してるシーンとかになっちゃうんで、どうしてもね、請求な感じがするなと思います。そこちょっと変えるだけで結構この今のあるダイジェスト感はね、減らせたんじゃないかなという感じがしますね。で、どうしても気になるのは演奏シーンの 3DCG ですね。これがやっぱね、違和感しかないんですよね。やっぱ肩幅が明らかに広くなってたり、作画のレベルもね、なんか落ちてたりして、昔あったね、ピーピングライフっていうね、DVD、アニメ DVD があるんですけど、あの感じのクオリティなんですよね。ちょっとさすがにこれはないんじゃないかなと思っちゃいましたね。もうほんと手で描いてる時間がないから 3DCG にして間を埋めようとしてるようにどうしても見えちゃうなという感じがありましたね。まあ演奏シーンはそういうところがあるんですけども、でもダイが初めて澤部に、サックス吹いてるところをね、見てもらうっていうシーンがありますよね。あそこはね、 3DCG きついなーって思うんですけど、でもその後にすごいね、ぶっ飛んだ描写が入るんですよ。サックスのこの穴にこう音と混ざってこうカメラがふわって出てきたりするカットがねあったり、あと背中ですよね、はい、台の逆光になってるね、サックス吹いてる背中とか、めちゃめちゃかっこいいカットはねすごいあるんですよ。手書きだけでこう構成されてたらもう本当にいい作品だったと思うんですけど、こういうところ本当にもったいなかったなとどうしても思っちゃいましたね。はい、だしね、サックスの出てる音もめちゃめちゃかっこいいし、そのリアクションですね、大のサックスを聴いてる澤部とテイク2のねお母さんね、はい、あの2人のねリアクションもすごくいいから、本当にそういうところで損しちゃってる作品だなと思いましたね。はい、でもうここでまたね、もう2回目の泣きポイントが澤部のね、こうたった3年でここまでみたいな努力をこうね称えるシーンもここでまた号泣してるんですけど、はい、まあそういうのがありまして、で玉田ね、ドラム始めますね。はい、玉田が本当にいいキャラクターですね。すごく好きです。天才の中に混じっちゃった凡人みたいなところですよね。本当についてくのにもうそいつらの何倍も努力しなきゃいけないっていうキャラクター。ベックにも出てくる千葉っていうねキャラクターがいるんですけど、多分一番感情移入できるキャラクターになってたんじゃないですかね。本当にいいキャラクターでした。必死に練習する。でもスティック、ボロボロのスティックがね最後の方にちょっと映ったりしてね、うわこいつマジで練習してんだなっていうのがね、めちゃめちゃ伝わってきます。はい、セリフがないっていうのねやっぱ大事。そういうね、俺練習してんだよみたいな言っちゃうと本当に冷めるんで、一カットだけねスティックが映る、ボロボロのスティックが映るみたいな、本当に映画的な演出になってたなと思います。はい、すごく好きなキャラクターでした。で、初ライブしますね。初ライブもね、いやあそこのね絶妙な下手さいいですね。はい、玉田のドラムがね絶妙に下手、はい、もたったり走ったりするっていうねところ、いいですね。はい、本当に最初のライブって本当にあんな感じですよね。だけどやっぱああいうところにもね、本当に 10% しか行く確率ないって言ってたお客さんがね来てくれたりとか、もうグラグラさせてくる俺たちを、はい、もう逃さない。もう本当5分に1回ぐらい熱くなるシーンがあるからね、本当にね大小の熱くなるシーンがいっぱいあるからね、もうずっと見てたいですね本当に。葛飾フェスに出るんですけど、でそうなるとね、お客さんね、客席にもう見たことある人がねちょろちょろ映ってるっていうね、これがまたいいですよね。ドラム教室の先生がいたりとかね、澤部がサポートやってたバンドのギターのおっちゃんとかいたりね、はい、そういう感じがあって、なんか見た顔がちゃんといるっていうね、ちゃんと見に来てくれてるっていうのがねすごくいいなと思います。こういう気が利いてます、こういうところ。この辺のライブシーンからバリエーションですね、演奏シーンの、まあ、カットのバリエーションがなくなってきてる感じがね感じましたね。ちょっとどうしても、まあ、難しいの分かるんですよ、まあ、僕もね基本的にライブ撮るディレクターなんで、特にインストでねジャズなんて言われたらね本当に難しいんですよね。ボーカルがあったらねボーカル撮ってれば結構成立するんで、結構作りやすいんですけど、インストってなるとねもうどこ撮っていいかね結構難しいんですよ。アングルのバリエーションというかね、演出のバリエーションが手札が少ないっていうのは分かるんですけども、多分ねこれカット割りすぎなんですよね、この演奏シーン、全体的に。カット割りすぎなかったらもうちょっとね、てかそんなに割らなくても見れると思うんですよ、普通に音がめちゃめちゃかっこいいから、はい、見れるんですけど、どうしてもカットを割りすぎてるのでバリエーションがなくなってって、どんどん似たような、編集というか
アングルというかそういう感じになっていってしまうというのがどうしてもあったかなと思います。はい、まだね葛飾フェスではまだいいんですけど、結構最後の方はね結構あれさっき見たなみたいな感じなのが結構あったなと思いましたね、正直。はい。で、澤部ね。澤部のコットンクラブのね。コットンクラブじゃねえか。まあいいや。まあコットンクラブに出ますね、澤部が。そこのね、モンタージュっていうか、澤部の演奏シーン、むちゃくちゃかっこいいんですよ、ここ。てか、ピアノのところの演奏シーンというか、描写。音の表現してる描写ですね。これがむちゃくちゃかっこいいんですよ。鍵盤に置いてこうグワーンとこう曲がってったりとか、動く手にくっついてカメラもこう動いていくみたいなのもあってむちゃくちゃかっこいいんですよ。ピアノの周りのねこういうトリップ描写みたいなところはねすげえかっこいいんですよね。てかね、湯浅監督にも通ずるようなこの現実がこうグニャーってなってくような、なんか時間の感覚とか、空間がこう滲むっていうね感じ、それをねうまく、表現してるなと思います。でその後、ブルーノートにね、ソーブルか、まあいいや、もうブルーノートって言っちゃいます。はい、ブルーノートに出ますね。澤部が事故に遭っちゃって、ここで初めてね2人出てるというところなんですけど、ここでね初めてドラムソロが入りますね。このドラムソロがねむちゃくちゃいいんですよ。なぜいいかっていうとね、本当にカットが長いんですよ。ここドラムだけね、カット全然終わんないんですよね、ドラムソロ。はい。だから良かったかなと思います。見やすいし、しかもここはね、3DCG あんま使わないんですよね。画面の手前のシンバルだけ 3DCG になってて、この奥の叩いてる方は手書きになってるっていう感じで、やっぱ見てられるんですよね、手書きだと。この残像感もちゃんとあったりして、そんなに割らない。で、カメラも全然動かない。固定のカメラで撮ってるっていうところで、やっぱね、これだとやっぱ見れるんですよね。めちゃめちゃかっこいい。僕はこのドラムソロ、玉田のドラムソロがね、一番好きなシーンでしたね。ブルーノートのライブがありまして、で、アンコールですね。でも原作もそうなんですかね。アンコールで澤部出てくんのはさすがにやりすぎかなと。さすがにちょっと休ませてあげた方がいいんじゃないかと思っちゃいましたね、ここは。それまでずーっと濡れてたこの辺がちょっと乾いた感じがありましたね。さすがにちょっと冷めちゃいましたね。なんですけども、ここの最後のモンタージュですね。ソロ回しですよ。めちゃめちゃいいです。はい。演奏してる描写、すごくいいんですが、ここで、あれさっきこれ見たな、みたいなカットが、すごく急に増えてくるんですよね、ここ。ドラムの汗がこう、ふわーんってこうなってたりとか、台のサックスのね、このなんか、金色がこう、ふわーん、こうなんかグニャーってなってるショットね。まあ、そういうのも、なんか、出てくるの2回目だし、ピアノのさっき言った鍵盤がぐにゃーっと曲がってるショットね。これもさっき見たなっていう。それまでに出てたカットがね、結構出てくるんですよね、ここ。あと、3DCG のカメラワークも、もう見飽きたなっていう感じがどうしてもありましたね。はい。もうここ手札ないんだなっていう感じが、どうしても見えてしまうっていう感じ。なんだけど、まあ、そう思ったら、いきなり見たことないカット、めちゃめちゃかっこいい見たことないカット出てくるんですよね。はい。だからほんとどう評価していいかわからないです、この作品は。いやもう本当にいいとこと悪いとこがずっと行ったり来たりしてて、本当にわかりません。で、ライブが終わって、で息吸ったら終わるっていうね。この本編の終わり方ちょっと雑かなーと思っちゃいましたね。外しにしてはちょっと外しすぎてるかなという感じがちょっとありましたね。まあ、と思ったらなんか、ポストクレジットみたいなのあったんで、まあ、まあまあいいかと思ったりもしましたが、まあそんな感じで終わりという感じでしたね。本当に惜しい作品。めちゃめちゃいいとこもある。全然ダメじゃんってとこもある。いやー、なんか本当に、もっとよくできた、絶対に。どうしてもね、やっぱ昨年ありました、スラムダンクですね。はい。スラムダンクの 3DCG とどうしても比べちゃいますね。結構直近であったから。どうしても比べてしまうと 3DCG のクオリティがやっぱり厳しいかなと。そこが最初から最後までずっと引っかかってた作品でしたね。それがなければ本当に面白かったです。はい、皆さんどうでしたかね。本当に音楽めちゃめちゃかっこいいし、ずっと泣いてるし、熱い話でいいんですけど、本当にエモだけで押し切られるというか、原作の良さで押し切られるっていう感じがどうしてもあったかなと。一本の映画として見たらちょっとどうなんだろうっていうところはあったかなと思いますね。はい。いやー、ちょっと皆さんの感想もコメント欄で聞かせてください。よければね、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。それではまた、お願いします。